はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。っていう感じでね、またこれ、あ、おさんだか、小刻みおっさん、小刻みしながら分割してまたやると思います。はい、難しい、パソコンと女心は難しい。どうも女心しとんかいみたいな。いや知らんけど、何やったかいな。背中もかいしょ、何やったかいな。住民税非課税ってありますやん。住民税非課税世帯は償還免除とかね、難しい言い方で、あるんですけど、要は返済、今我々がお借りしてるね分が償還免除で解散で4になるんちゃうか言うて、まあ緊急小口資金とかいう方はもうそれ確定なんですけど、金額この大きい方ですね、総合支援資金は、まだ今検討中みたいなね。でそう、じゃあそのなんやら住民税非課税世帯なんて私ら分かりませんや、なんですのみたいな。要は住民税を払わんで世帯いうことですやん。だから世帯、あ、これ相談があってね、ちょっとまた分からんなりに調べたんですけど、住民税非課税世帯っていうことは世帯ですやん。けど今度のその償還免除、返済免除というのは住民税非課税の借受人、またはおよびか、またはか分からんですけど、借受人、またはか、なんかよく分からんです、世帯人みたいな。だから世帯主か、だから要は世帯じゃないですね、その個人なんですよ。っていうことは世帯の中に住民税非課税じゃない人、課税される人間がおっても、その借りた人間もしくは世帯主かなが住民税非課税やったらいいみたいでね、ややこしいよ。私らなんかは一人やからいいですやん。私イコール住民税非課税なんか非課税じゃないんかで判断されるんでしょうけど、家族4人、家族でそのうち1人がなんかね、よう儲けとってみたいな、それは知らんけど、なんかそういうね、課税されてる人間がおればあかんような話やけど、今回はええっていうことですやん。その住民税非課税うんぬんかんぬんもね、もう非常に難しい。もう公助やヘチマやて分かれへん、そんなん言われてもね。控除やヘチマ分かれへんから、その年収入ベースいうの、その年収、学給料の額面ベースでどやねんっていう話してくれたらいいんですけど、それがなかなかね、どっちか言うたら、あ、はい、スタート、小刻み、どっちか言うたら、みんなね、そういう税に詳しい人は所得ベースで話し合うんだよね。所得っていうのはなんか収入、額面からなんやら、なんかなんとか経費とは言わんな、サラリーマンやったら。なんか社会保険とかになるんかな、商売しとったら経費とかうんで、なんやかんや引くも引いて、そこに控除とかも入るんですかね。引いて、え、控除入れんのか、よう分からんすけど、要は引いて純利益みたいなもんやね。それが所得？いや知らんねんけど、要はその所得ベースで喋りはんねん。だから分かれへんねん、我々は。もうざっくりでええから収入ベースで教えてって言うんやけどね。まあ言うたら旦那がおって、嫁はんがおって、子供一人おって、ほんなら収入でなんぼや、もう大体でよろしいやん、なんぼやったらってね。でそれが
まだ旦那おって嫁はんおって子供やったらまだそういう例出してやる人いてるんですけど、旦那いてない、嫁はんちゃうわ、旦那いてへん、女一人子供一人みたいなね、女一人子供一人、その場合なんちゅうん、家父っていうらしいね、その元旦那がおったら、元旦那がおったら家父で、家父になるためには子供がおらんとあかん、で子供はもう何ちょうど微妙な年ですね、19とか20歳でもう学校行ってんかったら何もう自立させてもええ年ですやん。ほんなら子供を自立させたら扶養じゃなくなるから家父になれへんとかね、ほんなら家父にならんかったら収入がなんぼで、家父なったら収入がなんぼでみたいな、もう分かれへん。だから子供はそんなどうしたらええん、何え何、まあ、頭回れへん、出てけ、扶養や、その扶養とかね、控除とかね、もうそんなん分かれん、ね、だからこういうのは何、税理士さん、まあいいんやけど、だから仮に商売ねするとしたら、商売しながらでも住民税非課税とかいけるみたいですわ、要は経費バコみたいなにすればね、だからその辺もこうやっぱり頭使っていかんといけませんや、だからちょっと勉強しようかな思ったけど、ほんま分かれへん、教える方もなんかざっくり教えてくれたらいいんやけどね、なんかよう分からんっていうことで、またまたあれやね、長なったね、もうなるよもうなるよ、もうなる前に一回切りまようかね、最後締めらな感じで、ね、ちょっと切りますさ、失礼します、なる前に切ったらややこしになる、なりきらなあかんね、ややこしい、ということでまた長々とあれしましたね、はい、まあどんな感じになるかわからんすけど、え？どんな感じ、それ私の都合やこれ編集はしてんやけど、こうつなげんのがね、まあね、難しい、ということで長々と失礼しました、はい、じゃあまた会う日まで、尾崎清彦です、バイちゃん、バイ。チャンネル登録お願いします。